そして絆たちはあなたを残してシクールへ。直文さん、辛かったでしょうね。絆が無限迷宮に囚われていたなんて、全くの盲点でした。その可能性も探るべきだった。ちょっと目を離した隙にこんなとこまで来てんだもん。下手したら死んでたよ。絆のジョージョンたちがキロの流脈でシクールに飛んでったんなら、俺たちもそうするのが手っ取り早いな。元康様、ママに私が王女に戻れるようお願いしていただけました。元康様。アマキレン、年齢は16歳、高校生。元気そうですね。ちゃんと連絡を取り合ってるんですか？ですが、それは仮初めの姿。しかしてその正体は霊気の使い魔なのです。お久しぶりですね、絆。定期的に行方は追っていたのですが、気づくのが遅れました。私の領地には逃亡の末たどり着いたということですか。騎士団からは盾の勇者様が追跡を振り切るため近隣の山々に火を放ったと聞きましたが。は？それ命令？要望？どっちにしたってはい、わかりましたっていうこと聞くわけねえだろ、ダーゴ。私も同じだ。波に匹敵するほどの国の一大事。岩谷殿には申し訳ないが、兵の訓練を切り上げ。姿勢勇者の皆様、急なお呼び立てに応じてくださり感謝いたします。今回来ていただいたのは他でもありません。ならば盾の勇者に伝えて、それは前に話した選択だって。姿勢が未だに仲良くできないのなら、私にいい考えがあります。盾の勇者様の加護で今より格段に能力が向上しやすくなると思います。ババア、あんまりリーシアを甘やかすな。こいつはレベルの割に基礎ステータスはやたら低い。あ、はい、お手紙を出してます。ご忠告ありがとうございます。ですが姉上には関係のないことです。ご主人様、一人屋がね、霊気のところへ行くつもりなのかだって。